ケチラケチラ。なんだね。ヤメプリの平野翔陰ちゃん。いるね。ここに来て新恋人ができたみたいね。おお。もう退社するから何でもありなんだろうな。そうだね。新恋人は一般人なんだけどさ、うん、平野翔と交際をきっかけにインスタを開設したんだよ。まだそのアカウントはマスコミに特定されていないのよ。おお。そのインスタで平野の家に初めて行った時のことが投稿されてんだけどさ、うん、平野って潔癖症じゃん、うん、その新恋人って清潔感はあるけど綺麗好きってわけじゃないんだよ、うん、まず平野の家に入ると玄関に3種類のアルコール除菌があって使わされるんだって。てか荒れるね。靴下も玄関で脱いでアルコールで拭いてからさ、うん、お風呂で足を洗わされるんだって。そんなんなら家に呼ばなければいいのにね。足を洗うついでにあそこも洗っておくように言われたんだって。